みんなこの服何年着てると思う？俺もうみんな覚えてるでしょ、この何の柄みたいなさね、あそのトレーナー何の柄みたいな、もう寒くなったからトレーナーね着始めたんだけど、俺多分この服 3年2年半ぐらい、だってオカリナが買ったやつだもん。これオカリナが多分2年半ぐらいじゃない、多分20年は着てねえよ。めっちゃ見てるでしょ、もうだから冬が来るんだなと思って、このねゾウさんのトレーナー、そう思い出の品っていうか、俺ね基本服買わないんで自分で、うん服を買わない、あの本当に服買うのは年間どうだろう、スウェット2セットぐらいかな、ドンキホーテで1000円のやつ、あと T シャツとかに関しては今バカみたいにあるし、首なんの絵狼、うん俺本当にね服なんか興味ないから、だって野中一回着た服捨てんだよ俺、悪いけど、ねあとだからもうだって多分全部オカリナが買った、動物柄オカリナが買った、買えないんじゃなくて興味がない服、穴開くまで俺着るよ、うん、あフォーエバー21とかね、うんうん、島村で年一だったらいいと思う、全然、うん、いやもう俺服いらない、だってもう収納があるけど、あの俺嫌なんだよ服をあの部屋にハンガーとかでかけんの、タバコ吸うじゃん、ピアス買ってるやん、これ何年前に買った、去年買ったんじゃなかったっけこれ、うん、サメ柄の T シャツまだ持ってるよ、持ってる、うん、もうだって服捨ててパンツは履いてる、履いてるよ、いややっぱねお金はね大事、本当にね大事マジで、うん、あのもう再現ないもん、ほんとあれも欲しいこれも欲しい、あれ買いたいこれ買いたいってやったらいくらあっても足んないよ本当に。いや服は着るよ、それは着さして、服ピアスオリーブを耳にはめないでしょ、パンツは買うでしょ、買ってないよ自分で、俺自分で服買ったの何年前だろう、多分最近買った服雨がっぱだね、雨がっぱ、いや指輪なんか買わない、ドンキって買うものは飲み物とかかな、俺雨がっぱだよ最後買ったの、いやでもまあ金持ってそうだよなっていうか、金の使い方って賢くなきゃダメ、服でしょ雨がっぱは、うん、服リース、あーなリースなんだあの服な、そんなタレントみたいなことやってんの、あ、そうなの、あ、まあそう、バイクに必要だし、雨がっぱ。台風さ、退治策じゃない。450万なんだ。まあ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 、あるね。月いくら？俺は、15万以下。うん。もう15万以上はいらない。うん。うん、何に金使ってんの？使ってないよ、だから。ワークマンいいよ、でも。ワークマンは。バイク売らねえよ。何言ってんだよ。足だよ。バイクで、だって俺、首回んなくなってないもん。うん、正直ね、なんで1万円貸してくれないので、だったらガス引くよ、お前に貸す1万円あんだったら、いやあるんだけど正直、まあガスはいいかなみたいな、まだまあ11月さすがに、まあでも銭湯どうなんだ、まあ冬になったら逆にガス、まあ料理に関してはまあほらあのガスコンロがあるから、あのバイク、あの岩谷の大丈夫だよ、チャリンコ乗れない俺、だってバイクあるもん、うん、ちょっとね引っ越しで落ち込んだ、ハートありがとう、落ち込んだのよ、お風呂大好きなんだけど、あのねガス代がねプロパン高いんだよ、そ都市ガスとプロパンの違いってやっぱ値段なの、うん、あガス通してもらったの、本当？俺もねガスはねお金借りたことを、いやあるけど今はもうあのそういうのないよ、負債は一銭もない。一銭も。そこで駐車場込みで3万。管理費も込みで3万。込みで3万。プロパンだから、正直ね、
で俺料理するわけでもないし、そんな、うん、高いんだよな。でそれでもうクズの湯まで1分で行けんのあるって。で正直お風呂洗ったりそういうの考えたらもう楽だけどね、家でお風呂入れたら。でも470円とかだから、470円だ。それ考えると3日に1回だと4400円で入れんの。回数券10回の回数券で、ね、確か4400円だからってことは、440円実質、本当は470円なんだけど、そうなると6000円なんだよ基本使用料が、多分あのプロパンガスって。でじゃあ2000円分料理するかっつったら、多分岩谷のガスボンベのやつで十分なのね。そう、冬場は銭湯の方がいいのかなとか思って、まあ、ただお湯が出ないのはきついけどね。お湯が出ないのは台風怖かったな。いや、わかんないわ、どうは、うん、大きい風呂はいいよな、ほんとな。うん、そうなんだよな。まあ、まあ、4人家族だともうガスはもう絶対いるけど、もう俺一人だし、そう、カセットコンロで、そんな、そう、岩谷で十分でしょ。お湯が出ないのが辛いけど、基本使用料いくらかな、多分6000円ぐらいだと思うんだよね。多分。あの、泉区が6000円だったから、もう本当に6000円なの。もう6000円以上になんないの。うん。うん。で、正直沸かす手間暇、あと洗う手間暇考えたら、お風呂使って銭湯470円だね1回。回数券で買うと440円、プロパン高えんだよ。そう、今すだからそれ考えたの、引っ越してガスどうしようかなと思って。年が多分だいぶ変わると思う、年ガスとプロパンは、多分6000円ぐらいだと思う。そう、使ってないのにさあって考えると、もう銭湯まで歩いて1分だから、そう、まあちょっと冬場、まあ水で我慢すれば。で俺すげえんだよ、俺すげえんだよ今、あの洗い物が極力減るようにサランラップ使ってんだよ。そこまでやってガス引かないの。だからあのなんか油物とか納豆ご飯とか食うじゃん。で洗うとさすがに水そろそろきつくなってくるわけよ、汚れも取れないし。でやっぱね、そうラップ使ってるんですよ今。ラップ使えば、お皿洗わないで済むんですよ。洗うのは炊飯器だけで済むんですよ。炊飯器とあとしゃもじだけで。そう、銭湯近いのはめっちゃいいよ。うん。いい考えでしょ？だからもう冬だから、まあそんな別に、ねえ、入んないから、そんなお風呂、バカみたいな、風邪ひいちゃうから。お湯のが落ちやすい油汚れ。だからそういうのが、うん。食器洗って月に1000円未満だよ。あ、そうなの？1000円未満？都市ガス？プロパン高いんだよな。5、6000円すんじゃない？多分。うん。だって俺トイレットペーパー1ロール何ヶ月持つと思う？俺ね、うち、あの、泉区でのトイレットペーパーをここに持ってきたんだね。まだ半分あるからね、今。だって、8月の31日にここもう引き渡されて、でも多分1ヶ月半ぐらいトイレ使ってますけど、でまあそろそろトイレペーパーなくなるなと思って今コンビニで買ってきたけど、だからラップ敷いて食べてんだ今。うん、うん、家賃安い。いや家賃は本当安い。もう本当これはもう本当ストレスない。まあこれ以上安いのもあんだろうけど、どうだろうね。結構これ損ねじゃない？ 1 ロール2日でなくなる？それを、頭おかしいよ、それ。うん。自販機でジュースとか買わないね。あのね、今ジュースは、あの、まあ、業務スーパーで買うけど、まあ、今日業務スーパー行かなかったから、行き忘れたから、てか、あの、カバン持ってくの忘れたから、あの、ローソンで 1.5 リットルの、リンゴジュース、170円ぐらいか。それだね。それか、あとはもう業務スーパーで、1リットル75円とかの紙パック。コーヒーも飲む。で、あと、もう冬だから、これからは紅茶とか、あの、ティーバッグとか買って、あと牛乳と砂糖買って、過ごす。うん。
そう、でかいのか。あとは水だね、水だね、うん、今、うん、カセットコンロあるからガスはねあるんだよ。1日2食だね、うん、あの1合炊いて、今今日はちょっと弁当買ってきたけど、ちょっと栄養取ろうと思って、うん、女はなトイレットペーパー使うかもね、女の人はな、うん、業務スーパーまでバイクで5分ぐらいだから、いやあのね、送ってもらうのもいいんだけど、うん、業務スーパーめっちゃ、お菓子はほとんど食わない、食べたいとも思わない。たまにあのドンキとかでチョコパイ買うけど、本当に食べないね、お菓子。完食をしない、うん。なんだ、もう昔からのあれなんかな、しつけなんかな。うちちっちゃい頃からそのポテトチップスとか食べなかったんだよ、うん。あ、どこに、あのツイッターにあの住所書いとくよ、うん。チョコバット食べる、食べないな。たまにポテトチップスなんか年に一袋食わないね、うん、本当に。今もう若い時は、若い時でも年に5、まあ2月に1袋ぐらい、うん、俺すごい節約が大好きなの、うん、大好物、大好物っていうのはないね別に。特に あるある、あの影取りのね、原宿のドンキね、最近行ってないけどね、うん、ちょっとね、ちょっとだけ遠くなったんで、泉区より。あ、お箸で食べてんの？ポテチなんか食べない、本当に。うん。あのね、業務スーパーまとめ買いはダメ。あの、こまめに買わないと賞味期限切れる。うん。トイレットペーパー1つ300メートルだから、2週間持つ。300メートルもねえよ。1ロール30メートルじゃなかったっけ？俺、トイレットペーパーは、だいたい2ヶ月持つよ。ダブルで。だから、まあ、1ヶ月は持つ余裕で。戸塚のどの辺、グミサワ、グミサワ。肉は買わない。多すぎ。多すぎ。あんなの買ったら腐らせる。俺、一人だから。肉食わねえじゃん。女3人だとシャンプーやら、あー、女はな、女の、女主体の家族はきついかもね。お風呂ね、もちろんガス代とかもね、欲しいものリスト作るか。まあ、作ってないのね。今まだ載せてない。うん。サランラップ引いて、俺もうガス引きたくないの。ここまで来たら意地だよね。エアコン引かないのも、ガス引かないのも意地。うん。だからもうなんか別に、なきゃないで、まあ、冬に関してはちょっと無理だとは思う。まあ、エアコンは引かないけど。うん。ああ、そっか。冷凍ね。うん。でも正直、肉はね、業務スーパーで買わない。うん。あ、シングルなんだ。俺ダブル。だから今日買ってきたトイレットペーパーは、これ。これ買ってきた。これで多分、来年の、1ヶ月、2ヶ月で1ロールだから、これ8ヶ月持つんですよ、計算。計算8ヶ月も、まあ、8ヶ月までいかなくても半年は持つ。シングルでもいいのかな、もしかしたらな。夏大丈夫、俺暑さは大丈夫。寒さはセブンはね、4ロールで、いやちょっと割高、ただバイクだから、バイクだ、12ロールも置けないんで、置きたくないんでね、あんまり。12ロールあると何ヶ月持つと思う、俺。白弾じゃなくなった、うん。ハロゲンとかでもいいかもね、多分ね、うん。雑草で済ませろ、ケツ拭くの。だって葉っぱ生えてないよ、トイレ。シングルでもいいのかもね。台風大丈夫だったよね、ちゃんと拭いてる、拭いてる。あー、そっか、シングルやってみようかな、ちょっと来年になるけど、うん、ウォシュレット使わない、和式だもん、うん。まあダブル、まあでもダブルでももう1ロール1ヶ月は余裕で持つから、余裕で1ヶ月は余裕で持つ、うん。どうなんだろうな、まあ、シングルでもいいのかな。そう、結構赤ちゃん肌だから俺、あそこが。まあでもね、電気代がね、あの多分先月が1400円なんだよ確か。あ、払わなきゃな、それ。うん、まあいいや、月末家賃のついでに払おう。うん、2年は持たないよ確かね。